愛する兄弟姉妹私がメッセージをよく伝えできるよう精霊の助けを祈り求めますステークやワード支部へ訪問し大会に出席して時の中間の時代と同様現在も生徒と呼ばれている教会の皆さんとお会いする時いつも大きな喜びで満たされます 彼らと共にいる時にいつも感じる平安と愛の御霊はシオンのステークにいることを実感させてくれます多くは2世代目あるいは数世代目という教会員の家族から来ていますが最近改宗した人たちも多くいますそのような人たちに使徒パウロがエペソの人々へ送った歓迎の言葉を送り,送ります そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく生徒たちと同じ国籍のものであり神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであってキリストイエスご自身が住みの頭石である。 何年か前メキシコの教会広報部で奉仕をしていた時にラジオのトークショーに参加するように招待を受けましたそのトークショーの目的は世界のさまざまな宗教を説明し話し合うことでした私と同僚はこのようなプログラムの中で寄せられる質問に教会を代表して答えるという割り当てを受けました 放送時間を意味するエアータイムが幾分か過ぎてから番組の司会者がこのように言いました今晩スタジオに末日聖とイエス・キリスト教会から2人の長老をお迎えしています少し間を置いてからこう尋ねました「なぜ教会の名前はそんなに長いのですかもっと短い名前とかトレードネームを使ったらどうですか?」 私たちはまたとない質問を受けて笑みを浮かべてから、教会の名称は人がつけたものではないことを説明しました。それは、この終わりの時に預言者を通して主から与えられたものでした。私の教会は、終わりの時にこのように、すなわち、末日聖徒イエス・キリスト教会と呼ばれなければならない。 すると司会者は敬意を表してでは喜んでその名称を使わせていただきますと答えました深い意味を持つ教会の名称を彼が何度口にしたか今となっては思い出せませんが教会の名称だけでなくこの名称と教会員すなわち末日生徒との関わりについても説明した時に私たちが感じた素晴らしい気持ちはよく覚えています 新約聖書にはイエス・キリストの教会の会員がアンテオけケで初めてクリスチャンと呼ばれるようになったことが記されていますがお互いのことは生徒と呼び合っていました。首都パウロが彼らを生徒たちと同じ国籍のものであり神の家族なのであるそして召された生徒と呼んだ時彼らはどれほど感動したことでしょうか 教会員は福音に沿って生活し預言者の勧告に従う度合いによって少しずつ時にはそれと気づかないうちに清められていきます家族の祈りと成分の研究を毎日行い家族の歴史活動に携わりしばしば神殿で礼拝する時間を割いている教会の謙遜な会員は生徒となるのです。 彼らは永遠の家族を築くことに先進している人たちです。また、教会から足が遠のいている人々を救い出し、戻って主の食卓に就くよう勧めるため、忙しい生活の中から時間を割いている人たちです。彼らは主の宣教師として奉仕する飯に応えた長老や姉妹たち。 熟年の夫婦です兄弟姉妹彼らは慈愛すなわちキリストの純粋な愛と呼ばれる温かくて素晴らしい気持ちを見いだす度合いに応じて生徒となっているのです生徒すなわち教会員はまた苦難と試練を通して私たちの救い主を知ります 主でさえあらゆる苦難を受けなければならなかったことを忘れてはなりません。また神の恩子はご自分の民を束縛している死の眺めを解くためにご自身に死を受けられる。また神の恩子は肉においてご自分の心が哀れみに満たされるようにまたご自分の民を 彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように彼らの弱さをご自分に受けられる私はここ数年教会の生徒も含め多くの人が苦しんでいるのを目にしてきました私たちは彼らのために絶えず祈り彼らの信仰が弱まることなく忍耐して歩むよう主の助けを願い求めています このおうそれで私の愛する腹からよ聖者なる主の身元に来なさい主の道が義にかなっていることを覚えておきなさい見よその道は人にとって狭いが人の前にまっすぐであり門を守る者はイスラエルの聖者である」。 聖者はここにはしもべを使われないまたその門を通る以外に他の道はないそしてそのお方を欺くことはできないそのお方のミナーは主なる神だからであるそして叩く者には誰にでも主なる神は門をお開けになる。 私たちがどこにいるかどのような環境試練難問に取り囲まれているかは関係ありませんキリストの食材と教義を理解していることが力と平安の源になるのですそうです兄弟姉妹の皆さんその心の静けさは御霊から生じるのであって主が忠実な生徒に与えてくださるものです 主は次のように言って私たちを力づけておられます。私は平安をあなた方に残していく。あなた方は心を騒がせるな。またおじけるな。私は長年にわたって教会の会員、すなわち末日生徒たちの忠実さを目にしてきました。彼らは天の御父の計画と救い主、イエス・キリストの食材への信仰とともに、 勇気と大いなる熱意を持って苦難と試練に打ち勝ってきましたこのようにして清めという細くて狭い道に踏みとどまってきました交わる特権を得てきたこれら信仰厚い皆生徒の皆さんに対して私がどれほど感謝し尊敬しているかを言葉で十分に表すことができません 福音に対する私たちの理解は真理に対する私たちの証しほど深くないかもしれませんが私たちが主を信頼するならあらゆる困難試練苦労の時にあって支えられることでしょう主から生徒に与えられたこの約束は苦しみや試練を免れるということではありません しかし苦難の時に支えられ支えてくださるのが主であることを私たちは知るのです。愛する兄弟姉妹末日生徒の交わりに加えられている私たちは何と祝福されていることでしょう。過去と現在の預言者と同じ救い主に対する証しを私たちも持っているということは何と祝福されたことでしょうか。 イスラエルの聖者である主は生きておられ、ご自身の教会であるマチス・セーイエス・キリスト教会を愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官長を通して導いておられることを証しします。主イエス・キリストの皆により、アーメン